2点ほどありまして、本日ラストオーダーが17時10分となります。あともう1点、ルールや注意事項に関しましては、お渡しした書類を確認してください。池袋の街を活性化させるために超巨大な合コンをして地域を活性化させようというコンセプトのもと行われました。こんにちは。ここは私の地元の五木屋さんで、イケコンの本部会場になってます。だいたい今約男性40人女性40人のカップルで今盛り上がってます。今日どうですか？こういうコンパこういうのって参加したことってあるんですか？初めて。大丈夫ですか？こうの希望ですか？いやもう素敵な女性に出会えてますので、もう十分満足してます。まあ 3D という珍しい名刺もいただきましてまだ始まったばかりですが、これからはちょっと楽しくいきたいと思います。あざーす。いやなんかただの飲み会じゃなくて、みんなそれぞれいろんな目的があった同じような方が集まってるので、すごいここだけじゃなくてそのお店全体がすごい楽しい感じだなと思います。楽しい人に出会えて幸せです。男女いい感じに盛り上がってます。店長さんもとても協力的でいろいろ仕掛けもしてくださっているので、はい、楽しそうに皆さんされてます。じゃあ中にちょっと取材してみます。どうして？盛り上がってます？全然やっぱそうですよね。ね、じゃあその盛り上げてない相手は この方々です。俺すごい今結構もう全然こっちは盛り上がってる気だったんですけどなんか盛り上がってないということでちょっと残念だなとは思います。じゃあこれからね盛り上げていきますんで、どうもよろしく頑張ってください。はい、はい、頑張ってください。今日の目的は楽しむことです。待たされた。まあ一次会なんでもうちょい後で本気出したいと思います。楽しみます。はいはい、はい、楽しみます。はい、いっぱい食べて飲みたいと思います。滑り出しは好調だと思うんで、あとはなんかいろいろもっと楽しんでくれればと思ってます。はい、そうですね、皆さん楽しんでいただけてますので、これからも、2時間ほど楽しんでいただきたいと思います。はい、ガポさん。はい、ガポさんです。じゃあこれがガポさん、なんかちょっと入ってみます。はい、一番なんかいや頑張って、どうもありがとうございます。次の場所決まった？どこがいいんですか？ね、はい、結構ね、こじんまり盛り上がってるのは、希望の星ってある本部の付き合ってあるじゃない、あそこの上、分かる？あ、でも楽しかったよ、今楽しかったです。はい、頑張ります。はい、頑張ってください。ありがとうございます。この H です。レイズユニオン。レイズユニオン、はい、ここ曲がったところです。あ、はい、ありがとうございます。もうちょっとこうレベルが高い。そうだよね、わかります。すいません。でもそういう場合はなんていうの、やっぱりこう切り返しすごい大事なんで、ね、もうそこはもうドライに、ドライに、ね、年齢三浦春馬みたいな。あいるのかな。乾杯をしまして、で最初は皆さん緊張されてたようなんですけど、お酒一杯飲まれたら緊張もほどけて、皆さん楽しそうにお食事と料理を楽しんでらっしゃいます。はい、なんかすごい、はい、いい雰囲気で、すごい管理がしっかりしてるから面白いですね。あ、本当ありがとうございます。はい、そうですね、いろんな美味しいものが出てるんで、はい、そうですね、今もすごい美味しいんですけど、他のお店もどんどん回って食べてみたいですね。はい、はい、もう、はい、じゃあ他のお店もいろいろ、はい、ぜひ行ってみてください。はい、いいね。先に車通りますよ。よかったら女性の方、今急募なんですけども、五木屋どうでしょう。100人のでっかい居酒屋です。いかがですか？こちらのお店ですね。どんどこじゃ確認しますね。じゃあ彼女にバトンタッチします。はい、はい、いきます。スタッフの大内です。自分は彼氏も何もいないんですけど、皆さんの応援を頑張ります。
あ、お疲れ様です。どうでしたか今日は。あ、でもいい出会いが、話面白い方。あ、本当ですか。あと2時間あの清楚な方ばかりで素晴らしいですね。ありがとうございます。どうですか。いや、もうなんかすごい盛り上がっててすごい楽しいです。 ありがとうございます、はい、僕横浜から来たんですけど。同じですね。あ、本当ですか。やっぱなんていうか綺麗な方が多くてびっくりしてます。まさに目の前にいるような。イケコン定期的に開催いたしますので、ぜひ次回ご参加ください。